もみんなでシネマティーク。どうも映画コメンテーターの有村昆です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。さあ今回はですね、夏休み映画特集ということで新作映画2本ご紹介をしてまいりたいと思います。1本目なんですけども、現在絶賛公開中となりますね、7月の28日から全国で公開のキングダム3運命の炎でございます。はい、まあ、ちょっとね一足早く東宝さんで試写で拝見させていただいたんですけども、すごかったです。蛇甘平原の戦いというキングダム2で僕実は過去の考察動画あるので、それをちょっと参考にしていただきたいんですが、残念な点っていうのが結構ファンの中からも映画ファンの中からも出てたんですよ。それを今回の3は見事に佐藤監督改善されてらっしゃるというところにぶっちゃけ驚きました。ということでそこら辺も含めてですね、まずは見る前解説ということでいきたいと思います。ぜひこの動画面白かったよという方はチャンネル高評価チャンネル登録していただきますととても励みになります。さて、まあ、このねキングダムシリーズはですね、久しぶりに戦にスポットを中国のあれだけスペクタクルあふれる軍勢を交えた超大作と言っていい作品がアクションに次ぐアクションでここまで見せるんだっていうのはワクワクしましたね。しかもこれが中国映画とかではなくて日本映画である邦画のアクション史上最も軍勢シーンに力を入れたと言ってもいいかなと思うぐらい令和の金字塔かなという感じしましたね。今回はその1対1とか、まあ、1対20ぐらいのちっちゃな話ではなくて、もう何万対何万っていう中国の平原を駆け巡るですね、大軍を動かした、でも大味にしないで個の部分とマスの部分の対比をちゃんと見せていく。で、この部分に関しては山崎賢人さん演じるですね、本当にあの主人公の目線にちゃんと即した目線で、で、あの、これ2の時にですね、これ改善点として残念だなって皆さん誰もが思ったのが、何をやってるのかわからない問題。この部分にですね、注目当てすぎちゃうと、作戦を決行してんのに、これ今どこで何が行われてるから、この作戦が素晴らしいのかダメだったのかがよくわからなかったんですよ。ところが皆さん、今回のキングダム3、ちゃんとその引きの映像で、マスでどう動いてますよっていうのを見せてくれるんですよね。なので、大軍に、まあ、今回100人の兵士を集めてとあるミッションを遂行していくんですけども、このタイミングだから今動いていいとかっていうのが見事にね分かるようになっております。なので日本版の300と言ってもいいかなと思うような CG とかもうまく使いながらも、スペクタクル感あふれる。で、あのこういう例えばキングダムみたいなのってわりかし大味になりがちな、どうしてもですねなぞってしまう大味の映画っていうのになりがちなんですが、やっぱキングダム素晴らしいのが個々の原作原泰久先生がちゃんと担当されて今回も脚本書かれてらっしゃるので、あの人間ドラマとしても大変によくできていると、でプラスアクションもよくできていて軍勢としても見応えがあるという、本当にあの多角的に見て1、2、3だんだんこう角度精度が定まってきたなという感じが僕はいたしました。ちなみにこの、まあ、キングダムに関してね前情報だけ入れておくと、まあ、これはネタバレなしなので安心していただきたいんですが、2006年の1月よりヤングジャンプで連載が開始して、現在は68巻まである。すでに累行発行部数なんですけども9700万部と、まもなく1億いきそうな感じなんですよね。当然ねこれ実写不可能というふうに言われていたんですけども、それが第1弾が出て、でその年の第1位の興行収入獲得して3年後にはもう100億円突破したと。で今回いよいよ第3幕目というふうにつながっていきます。で今回の主軸となるのがですね、馬陽の戦いと鹿編、原作者の原先生がもちろん脚本に参加したからこその原作ファンも納得の出来というのがあると思います。でなぜ中華統一を目指すのかというテーマもちゃんとありながらも、趙国という国がですね秦国に攻めてくる作戦として、まあ、大沢たかおさん演じる将軍が100人の兵士をうまく使って2万3万と戦っていって翻弄させたら面白いじゃんっていう話なんですよね。いやーなのでね本当にあの最近どこも日本映画ね予算がない予算がないって言ってる中で、ここまで合戦シーンが見れるとはという非常にゴージャスさ、こういうものこそ映画館の大スクリーンで見ていただきたいなというふうにも思います。戦のやっぱりチェスのようなですね、ここ行ったからここのマスが空いたからここに行くとか、時間差でここを挟み撃ちで攻撃するというような戦略というのも楽しめるし、仲間との絆というのも非常に面白かったです。はい、
ということで、まあぜひともね、これこそ映画館で見ていただきたい一本ということで、まずは一本目はキングダム3運命の炎、ぜひご覧になっていただきたいというふうに思います。私有村コンも一押しです。二本目紹介します。二本目はこちらです。マイエレメントです。これディズニーカンパニーもう創立、今年はね、100周年イベントということで、まあ100周年の特別なロゴから始まるんですけれども、今回ピクサーがですね、やったのは、元素、エレメントという驚きと感動の化学反応から物語が始まるという物語で、テーマから言っちゃうとですね、リトルマーメイドとかポリコレ問題ですね、多様性ですよね、肌の色とか宗教とかって、男だとか女だとかっていうのを一切関係なくしていこうよという、まあポリコレ色が非常に強いディズニーが、もしも火、水、土、風、4つのエレメントが暮らす世界があったらというね、もしもの世界を作るのがとてもうまいですよね。僕はここから新生ピクサーになっていっただろうなって思うのが、インサイドヘッドからどんどん変わっていったような気がしますよね。まず頭の中の世界ですね。それからあとリメンバーミーも最近のピクサーとしては本当に素晴らしくて、メキシコの死後の世界ですね、死者祭ですね、そういった死者の世界などなどもいじるユニークでイマジネーションあふれるもしもの世界というのを最近はこのピクサーずっと届けてるんですけども、今回はエレメント、元素の世界を描いていきましたよというのがポイントです。エレメントシティというのを舞台に、色鮮やかなそれぞれがね交わらないんですよ。例えばプエルトリコ系とかアフリカ系アメリカ人とか、人種がこうもちろん集まってね暮らしてコミュニティを作っていくんだけれども、昔はいがみ合ったりしてたんですけれども、まあ最近はそういう多様性、もう人種とか宗教とか習慣とかを超えて愛することってできるのかというのをアニメーションに落とし込んだところが、まあ非常に今回のテーマであったかなというふうに思います。一番のまあポイントなんですけれども、テーマこれですね。本当に私のやりたいことって、てんてんてん。これちょっとね、ストーリー解説していくとですね、このエレメントシティに、火のエレメント、これはエンバーちゃんという、まあ、年頃の女の子がいて、で、パパが、お店をやってるんですよ。で、パパも結構いい年なんで、まあ自分はパパのお店の後を継ぐっていうので、見習いをいろいろとやって、頑張っている女の子がいるんですね。で、この女の子が、まあ、とあることで、癇癪持ちなんですよ。なんかあるとすぐに、ガーンつって、ドーンって爆発しちゃったりすると、お店が丸焦げになっちゃったりするんですけども、で、親も親で、ちょっと、この子大丈夫かなと思っているときに、水道管がですね、ちょっと破裂しちゃうんですよ。で、水がビャーとかで出てきたときに、たまたまですね、水のエレメントのウェイドっていう、男の子、ポニョン、ピチョンくんみたいなやつがいますね。と、まあ、出会ったことで、ピチョンくんはこれ水道管とかが、まあ、違法でやってるから報告しなきゃいけない。でも、報告されちゃうと、火の人たちはもうみんな生活ギリギリでやってるから、そのお店、パパのお店を潰すわけにはいかないって言って、吸ったもんだがいろいろあるんだけれども、結果報告したんですよ。でも、このウェイドくんは、まあ、エンバーのことが、そっか、ごめんね、僕がやっちゃってっていうので、理解して、なんとかそれを、取り消す方法を2人で模索しようというところから、2人の火と水という絶対に交わらない2人が恋に落ちるのかどうかというところなんですね。手つなぐだけでもこっちが熱い、こっちが冷たいって言うとジューってなっちゃうじゃないですか。でも化学反応がどう起きるのかというところが、まあ、今回の一番のポイントとなっております。この本当にやりたいことって一体何なのかというのが、まあ、今回の化学反応のポイントなんですけど、エンバーちゃんは父のお店を継ぐことが自分の夢で、家族の夢だとずっと思い込んでたんですよね。これでも皆さんもないですか？親が医者になりなさいとか、生まれながらにしての潜在意識というか、ただ果たしてそれって習慣とか文化とかそういうものだからっていう型にはまっていませんかっていうところが一つ今回のポイントになってて、まあアメリカというのは多様性の進んだ国ですから、習慣文化ってそうあるものだ、火は火の人たちと一緒にいるものだっていうふうに思い込んでいるんだけども、常識は常に壊されては新しくなる。そのためにエレメントシティに来て、その世界を見て、で、常識を変える素晴らしさ、乗り越える大変さというのを、このエンバーちゃんは体感していくということなんですよね。なので、本当の本心がこれドラマの中で出てくるんですけど、なんかもちろん親のためにね、あと同胞のために、自分が何ができるのかってやることは決して悪いことではないんだけども、そのために自己犠牲するのはおかしくないですかっていうね、新たな提案をしてるんですね。
で、あのこれ火と水と風と土とっていうのがそれぞれね重要な人物が出てくるので、この場を借りてご紹介したいと思います。まずこのエンバーちゃんはまさに言ったように親の意思疎通のなりたい自分と、でも本当はちょっと自分違うんだけどなって思っている、っていう常識を変えていこうなと。でウェイド君は、まあ、家族と暮らすんで、家族も裕福なんですよね。で涙もろくて優しい自由な心を持っている青年なんですけども、彼はですね水のようなこう考え方の持ち主なんで固定概念にとらわれないんですよ。なので柔軟な心を持つその柔らかさがこのエンバーの気持ちを変えていく。次にゲイルというですね、風のエレメントが出てきます。これはねどんな困難も風で吹き飛ばすというとても強くて実直な物言いをする、本音でズバズバ言っていく、これはあの理想の上司というか、水道管とかを管理する国側の人なんですね。でも自分が応援するとなると急にこう風吹いて応援してくれると火はどんどん大きくなるみたいな感じの関わり方をしております。続いてファンはね物静かな土のエレメントなんですね。めったに起こることないんですけども、エンバーにこう木の枝だったりとか土なんですけど燃やされてしまったりするんだけども起こらないという、まあ、地味なタイプなので、まあ、これ映画見てるとですね、なんかあなたの周りの木の人、水の人、風の人、土の人ってなんとかくんだとかなんとかさんだって思い浮かぶ人がねなんかね結構いそうな気がしてて身近だななんて思いながら僕は見ておりました。監督はピーター・ソーン監督ですね。アーロと少年で長編を務めた方。で、エグゼクティブプロデューサーがピート・ドクターさんで、この方がいわゆるそのピクサーの最近の歴史をずっと作ってる方ですよね。最近の立役者がエグゼクティブプロデューサーで入っております。これ余談ですけども、短編アニメーションって毎回ピクサーの頭につくんですけど、カールおじさんのデートっていうのがね、いやこれなかなか当たりでしたね。カールおじさんのその後を描いた短編なんですけども、渋々ですね友人の女性とデートすることになるんですよ。でも亡くなった奥さんのことはもちろん第一に考えてるんで、友情とか友達っていうデートなんですけど、デートって言われてももう自分ジジイだし、どういうところに出かけてったらいいのかっていう奥さんに対しても悪いなーなんつって、なんかこう写真立て後ろにやっちゃったりとかしてほっこりとする短編となっておりますので、まあぜひねそこも夫婦の愛情だったりとか友情だったりとか、なんかそういったねほっこりとするムービーになっておりますので、ぜひその一日もご覧になっていただきたい短編でございます。ということで、今回は新作映画2本紹介されるということで、キングダム3運命の炎と、ピクサーのマイエレメントディズニー作品を2本ご紹介いたしました。映画配給会社の皆さん、いつも画像、いろいろとね、いただきましてありがとうございます。はい、この動画面白かったよという方は、ためになったという方はですね、ぜひともこれ今回ネタバレなしですので、チャンネル高評価、チャンネル登録していただきますととても励みになります。はい、ということでまた、新作映画夏休みね、まだまだ、話題の作品たくさんありますから、次回あたりバービーとかトランスフォーマーとかね、いろいろあるのでご紹介をしてまいりたいというふうに思っております。この映画扱ってほしいとか皆さんの映画の感想はコメント欄でお待ちしております。ショート動画もねどんどんアップしていこうと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。以上、映画コメンテーターの有村昆でした。次回もみんなでシネマティーク、ありがとうございました。